そっちおちです。こんにちは、えっちゃんです。はい、今回はですね、こんな後輩は嫌だということで、はい、ね、学校とかでよくある後輩の嫌なやつをね、紹介していきたいと思います。それでは、どうぞ。え、なんか散らかってない？ちょ、よっち。はい。今日さ、はい、あの、掃除さ、やった？やったよ。いや、うん、あの、汚いからさ、今日さ、1年掃除する日じゃん。え、マジそうだっけ？ちょっと待って、ちょっと待って。何で？1年だよね。3年じゃん。うん。え、ここ汚れてるよ。汚れてんな、うん。え？タメ口？先輩、先輩。あ、どうした？え、今日、1年の女子たち3人で、サイズ行こうって言ってたんですけど、先輩も来てほしいなみたいな。あ、マジで？あ、じゃあ行こっかな。本当ですか？ ありがとうございます。まあまあいいよ。みんな、なんか先輩おごってくれるって。この前入ってきたえっちゃんだっけ。おーい。うん、まあ、マジこの野球部結構強豪校で厳しいから。あ、枝毛だ。あ、なに枝毛。枝毛聞いてる。はい、マジで超厳しいからさ、マジで試合の対戦相手とか場所の確保とかマジで任せるから。はーい。分かったか。あと絶対お前選手に惚れんなよ、絶対。特に俺とか。分かったか。全然聞いてない。あー、今週も、あ、やばい、落としちゃったー。いや、拾えよ先輩。いいとこ引いた。うん、拾って。あ、え、拾って。自分で拾えよ。よろしく。投手とかきついからさ、しゃがんだりとか本当きついから。いや、できるだろ、若いんだから。よろしく、ありがとう。えっちゃん先輩。ん、どうしたの、よっちくん。え、知ってました？体育の松山先生結婚したらしいっすよ。え、結構前にね。あ、マジでその相手がなんか音楽の松岡先生らしいっす。あ、音楽の先生じゃなくて保健の先生だよ。あ、先輩を試した今。よく知ってるんですよ先輩。あ、そうなんだ。あ、よかった、知らないかと思ったからさ。2年か。今年入部した人3年のボンブラ先輩の弟って言ってた。あ、いいんじゃん。何呼んだ？あ、呼んでない、呼んでない。あ、入部ありがとうね、ボンブラくん。うん、あのさ、コンビニ行っていいすか？いや、やっぱさ、あれよ、うん、学校のね、時間はコンビニとかやっぱ行っちゃダメだから。え、なんで？え、なんで？え、やっぱそういう校則だからさ。俺のお兄ちゃん言ってたけど。え、ちょっと違うからさ。え、マジ俺のお兄ちゃん怖いっすよ。え、怒らせちゃ怖いっすよ。あ、いいんすか？え、やっぱこう、ね、校則だから。いいよ。じゃあ見やがったことにするね。うん、じゃあ行くわ。うん、マジ怖いから。マジ怖いから。1年のくせに調子なんだよ、ほんとは。あー、部活とかがったりなー。くっそ、なんで言わなきゃいけんだよ。あったらもう、行かないと行かないで、先輩たちもめんどくせーし。ていうか、うちの先輩めっちゃ雑魚だよな。めっちゃ雑魚だよな、そういえば。いいわ、あ、サボろ。あ、おはよう。シャトー。ということで、以上嫌な後輩あるあるだったんですけれど、はい、皆さんあるあると思ったものありましたか？ありましたか？よっちゃん、ちなみになんかあるあるっていうのあった？ね、後輩はね、やっぱいじれると思ったらとことんバカにしてくるから。あ、そうだね。舐められるわけっさ。そういう経験とかね。こうでさ、もう、はい。はい、ということで皆さん、こちらのね、こんな後輩は嫌だ、まあ、あるあると思ったり、いや、こんな後輩嫌だと思ったら、ぜひね、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またね。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファー下の概要欄からできます。